ごいなこれ。ここは何ですかね。樽とかありますね。農機具小屋みたいな。この下なんですけど、村がね眠ってるということですけど、それがね消滅集落。畑だったんですかね。なんかそんな感じがしますね。もうねこれ明らかに人工的な感じの、なんかはしごですかね。というわけで今回は、ダムに来てます。この下なんですけど、村がね眠ってるということで、まあ、前回もね以前も、この場所でね撮影したんですけど、まあ、村があって沈んだという場所なんですけど、まだね山の上の方に全然まだ生き残ってるその集落というか、まあ、限界集落と言われるんですけど、それがね消滅集落というね形、もう廃村ですねというのがねこの辺にあるという、ことなので、ちょっとね行ってみようかなと思います。こちらなんですけど、こちらは慰霊碑になるんですけど、このねダムを作る時に、事故が、起きて亡くなった方が出たために作られた、慰霊碑ということになってます。こちらですね。このね、下このダムの中に、まあ、そういうのがあって、ダムで沈んじゃったっていうねことを書いてます。まあ、明らかにその間違いなくこの下には村があったということですね。ですかね。
古い樽とかありますね。農機具とかあるんだ。あと藁、その農機具小屋みたいな感じですかね。まだ比較的ね、生き残ってると思われる、集落なんですけど、こちらの家もね、結構古いですね。休憩所ですね。で、これ多分釣り具とかお土産関係のトイレもありますね。こんなとこにお墓がありますね。この辺もね、なんか石垣がありますね。これ道が、道みたいなのが、まあおそらく道じゃないと思いますけど、土砂の流れ道みたいな感じだと思うんですけど、多分畑だったんですかね。なんかそんな感じがしますね。で、結構開けてんで、まあなんか建物があったりとか、そういうことかもしれないですね、これ。もうね、これ明らかに人工的な感じのなんか、はしごですかね。ね、多分おそらくここに畑とか、そういうなんかそういうもんがあったっていう、あったってことですよね。ちょっとこの先を進んでいきます。電線がね、いろいろあるんですけどね。このね、電線がおそらく、家に通ずる道しるべになると思うんですけど、至るところにね、電線があるんですけど、おそらくこれを伝っていけば、まあ、家に通ずるのかなと思うんですが。はい、ここでお知らせです。
スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。家がありますね。立派な家が。濃いなこれ。そうですね、テレビもありますね。結構相当昭和、完全に昭和だね。不気味ですね。近くにも家がありますね。まあ、詳しくはねちょっと分かんないですけど、昭和の終わり頃ぐらいまではあったんじゃないかというか、それ以前にはなくなったというか、そんな感じですね。なんか今まで見てきた廃村というか、結
結構激しいですね、腐敗が。電線がこうやって向こうの方にも通ってるってことは、こっちにもあるんですよ、電線が。向こうの方にも通ってるってことは、まあ、何かあるということですよね、これ。なんかありますね、向こうに。ちょっと見えるかわかんないですけど、なんか石碑みたいなのが見えますかね、これ。石碑みたいなのが、石碑があるってことは、この近くに家があるってことですね。さっきより電線が目立ってきた。家がありますね。いい発見です。この気配はないですね。ここもね、家なんですけど、見えますかね。でもこの一帯がほぼ家だったんですね、これ。はい、というわけでお疲れ様です。今日はね、ハイソンシリーズということで、ダム周辺をね見てきましたが、やっぱりそのいろいろとねありましたね。実際の中に入ることは、しなかったんですけど、その外からその中を見たら、結構ね、あの時代を感じるようなねものがたくさんいっぱいありました。まあ、またねこういう感じでいろいろ企画をしていこうかなと思います。今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。